どうにか敵に食らいつかれずに済んだな。向こうは無理しなくてもこのまま包囲すればいいだけだからな。逃げ切れるのか？前方はどうなっている？イムカ、見える？まずい。別の部隊を確認。規模は1個中隊以上。強行突破はできそうにない。南西の2個中隊は南と西に分かれたぞ。東西南北を完全に囲むとは、たかが1小隊相手にご苦労なことで。何なのよあいつら。日頃クズ扱いしてるくせにビビってるんじゃない？どうするんだい坊や、どこを突破するか決まってるのかい？そろそろ砲弾の雨が降ってくるぞ。どうするんだ隊長。どっちを向いても大部隊ですよ。どこを攻撃すれば。隊長、指示を。逃げ場はないんですか？ない。味方に完全包囲されるとはさすがの隊長でも予測できなかったか。ここから逆転したら間違いなく歴史に残る戦いになるけど無理ね。ここまでか。すまないみんな。俺が隊長として打てるあらゆる手を考えたが、この状況を確実に打開する一手は存在しなかった。来ると？おい、まさか諦めるなんて言わないよな。諦めはしない。だが打つ手がないのも事実だ。どっちに突っ込んでも結果は同じだな。全滅なんですね。全滅。リエラ、この結末は君のせいじゃない。俺の責任だ。すまない。クルト。結末って何のこと？え、私はまだ終わりだなんて思ってないよ。どういうことだ？私は死神じゃない。リエラ？あなたが証明してくれた。そうだったよね。クルト、私を信じて。わかった。君を信じる。ありがとう。その言葉だけで私は大丈夫。リエラ！恐ろしい力。誰にも知られたくない秘密。みんな私がこんなことを隠していたと知ってまた嫌いになるかな。それでも。力は、あれは本当にリエラなのか。
リエラ、あの青いやつがバルキュリアだったというの？何やってんだい隊長、突破するチャンスだ、今しかないよ。そうだ、リエラを一人で戦わせるな。彼女を援護して包囲網を突破する。本日から新しい隊員が入隊することになった。よろしく頼むぞ。ナインティーン、フレデリカって呼んでね、隊長さん。私の特技は寂しい男の人を慰めることなの。いつでも呼んでね。リエラを援護して包囲網を突破する。
わ。何か通らなかった？みんな可愛がってあげる。ごめんね。もう終わり？遊びがここまでかしら。いたわ。話にならないわ。出撃してあげる。うまくいったぜ。行動を開始します。そこ、遅い。たあいもない。そりゃ。行くぞ。たあいもない。私の番ね。
行くぞ。遅い。たあいもない。私の番ね。そこね。だごめん。行きます。俺の出番だな。当たれ。行動開始。
当てる。俺の出番だな。腹に溜めた力を使うぜ。いずれ向こうで会おう。稼ぎますよ。当たれ。気持ちいいですね。はどこかしら。痛みって気持ちいいでしょ。もう終わり。出番のようね。セットでこちらもいかが？もう終わり？私の番ね。
始します。いや、リエラが勝たせてくれたんだ。敵部隊が撤退していきます。あれは撤退じゃない、戦意喪失による回想だ。命令を無視して兵士が逃げています。立て直せませんね、あれは。当然だ、あんなものに襲われたら誰だって逃げるしかないさ。ギルランダイオ要塞で一度見てはいたけど、簡単には信じられないわね。信じるしかないのさ。ほら、あの子が戻ってくるよ。イムカ、君の相手はリエラじゃない、間違えるな。お前が、お前が仇だったら今すぐ殺せたのに。ネームレスが包囲網を突破したという事実は情報統制により伏せられた。造反部隊の逃走とヴァルキュリアの出現は全軍に動揺を与えると判断されたからだ。一方、ネームレスもガリア軍との遭遇を避け逃げるよりほかなかった。行く当てもないままに。